の時間がやってきました。イエイ。はい、今回はですね、神奈川県の茅ヶ崎市にやってきました。っていうか、ところで誰ところで誰ってメロンシートです。あ、そうですね、はい、ということで、はいはい、久々に今回びっくりドンキーに行ってですね、裏技を試してみたいと思います。久しぶりです。はい、それでは行ってきます。はい、ゴー。じゃん、びっくりドンキー行ってみましょう。はい、ということで、あやちゃんはこのホットペッパーバーグステーキ、はい、と自分はこのフォンデュ風チーズバーグステーキ、それと、はい、あ、それとチーズバーグステーキいきます。ーチーズ尽くし。どっちも 300g でいきます。あ、 300g でいく、おホットペッパーバーグステーキでマヨネーズをつけたいと思います、はい、あとはソース増量ちょっと聞いてみようかな、はい、聞いてみたいと思います。自分は、チーズバーグステーキ、はいはい、さらにチーズをトッピングして、ちょっと強めに加熱してもらおうかなと。なるほど。おプリンサラダいきます、はい、マヨネーズも食べれました、はい、結構ここオリジナルマヨネーズね。そう、美味しいんですよ ね、不思議な味が。はい、ということで、やってきましたグリーンサラダ、ベジファースト。そうです ね、大事。それと、マヨネーズを注文しました、これ無料でおかわり自由です。そうですね、これ美味しいんですよね。パッと見普通のマヨネーズに見えるんですけど、すごいコクがあるんですよね。そうなんだよね、なんかちょっとこう何のコクなのか今日はちょっと分析してみたいと思いました。今気がついたんだけど白菜入ってるね。白菜のサラダっていうのもなんか新鮮。いただきます。シャキシャキして美味しいね。結構酸味がある。ああそう、あドレッシングね、ドレッシング結構酸味があります。来ました。かなり溶けてます。普段すごい、お願いしたらこれやってくれるってことなんです、これがね、裏技っていうらしいです。これがあやちゃん。そう、ホットペッパー。なんか、本格的やね。結構ね、これも辛そうよ。辛そうですね。美味しそうだね。これがフォンデュ風。そう。やっぱり普通のチーズっていうのとちょっと違うね、やっぱ。そうかな。これ、チーズ。これもね、フォンデュ風のね、チーズだと思う。あやちゃんは、このマヨネーズをつけて食べてようと。はい。はい、したいと思います。はい、はい、チーズがかなり溶けてるの。おお。これはすごいぞ。すごい。うまい。メガネのメロンシートの反応がこれはまた新鮮やな。これね。うん、めちゃめちゃうまいです。うーん、だからこれぐらい溶けてる方が。うんうん、ハンバーグと絡んで美味しい。あ、チーズがね、結構トロトロにしてくださいって言ったらいいんだもんね、さらに、ダブルチーズにしてるんで。あー、そうだね。そうか、こっちのハンバーグがソースが増量できるんだね。だからこのチーズが決め手だね。いただきます。これやっぱこうだ。あ、そうですね。こうか、いただきます。あ、あとマヨネーズ。ああ、そう、ありがとう。これね、なんだろうな、上から胡椒みたいなスパイスが相当にかかってて、くしゃみがもうすでに出そうなぐらい、すんごいスパイシーな香りがしてます。まずはそれだけ。これだけでいってみたいと思います。ああ、かなりね、胡椒の香りがすごい。この中、ひっくりドンキーのハンバーグのこの薄さが、なんかいいですよね。ちょうどね、食べやすくて。ああ、なるほどね。そんなにこう分厚すぎもせず。じゃあこの辺にちょっとつけてみますね。なんか普通のマヨネーズより少し褐色っていうか。そうだね。ちょっとこうなんかベージュっぽいっていうか。うん。美味しそう。
これね、めちゃくちゃ美味しい。マジで？かなりね、この酸味と、うん、このスパイス加減が、ちょうどね、絶妙に絡んで美味しい。この辛いソースに合うのかな、マヨネーズ。あ、それあるかもしれないね。自分は今回この、チーズ系で攻めたんで。あ、そうだね。ちょっと、300g すぐですね。そうだね。なんか実物見るとやっぱり大きく見えるんだけど、食べてみるとそうでもないね。そうでもないねというか、メロンシートが食べると割とこうパクリいけてるような気がする。私もこういうの初めて頼んだんですけど、ここねソースがまた美味しい。ああそう、うん、あこれね、このコロッケは、うん、マヨネーズで食べるとうまいです。あマヨネーズって普通言わないと出てこないもんね、うんうん、このねスパイスがすごくこのハンバーグの柔らかいのに合ってるね。うん、全然そんなに思ったよりは辛くなかったから。あ、そうか、うん、これはちょっと拍子抜けする。辛さはこれ何の辛さですか。これ何の辛さ、やっぱ胡椒の辛さな気がする。そう、これの、これも唐辛子です。これ唐辛子、これちょっといってみようか。これなんだろうな、ハラペーニョって言うの。あ、そうなんだ。これは辛い。なんかでもうまそう。いきます。これは辛い。危険です。あ、そんなに辛いの。結構ね、思ったよりは。辛いと思う。かなり、うん、あ思いがけず結構凶暴なのがいきなり来た感じが。そうなんや、うん、あでもなんだろうな、本格的なやつよりは、うん、少し辛さ抑えられてるからね、うん、一瞬来たけどでも割とすぐになくなる感じだったね。あ今度はマヨネーズと一緒に。マヨネーズといきます。これをマヨネーズにつけて、これ本当に前食べてめっちゃうまかったですよ。あー、はい、酸味、辛味、このソースのコクと、うん、すごく合ってるね。これマヨネーズ、マヨネーズはねおすすめしますわ。このこれ系のソースに、うん、ではこのフォンデュ風の方でいきます。さっきのチーズよりクリーミーというか、うん、滑らかな感じなんですけど、うん、ビックリドンキーといえばこればっかりなんですけど、あフォンデュ風の方がめっちゃうまいですね。うん、最初からつけててもいいぐらいに合ってると思うよ、これ、うん、へぇ、そういうの言われたらちょっと食べたくなるね。うん、前にあのそういえばチーズをすごい足したやつ食べたことあったんだけど、あるある、ね、こっちの方にちょっと手を伸ばそう。この人おすすめの、うん、ここにこのソース結構たっぷりかかってるとまた美味しそうだよね。なんかハンバーグがものすごい柔らかいから、うん、すごい柔らかいですよ。柔らかい、びっくりドンキのハンバーグって、うん、まあ言ったらナイフがいらないよね、うん、まあ、確かに、うん、ナイフなしで、うん、フォークだけで切れる、切るね。柔らかさがなんていうのかな、癖になるよね。うん、あしっかりつけていきたいと思います。うん、これ2つで 600g じゃないですか。そうだね。でも全然 600g と思えない。あなんか相当余裕のように見えるかもね。うん、たぶんあとまだまだいけそうです。ほんとさすがや。このソース本当美味しいです。しかもマヨネーズに本当に合うから、うん、これ食べてみてほしいな、うんうん、またこの裏技を知っていろいろ工夫できるって分かったから余計にこう面白いよね。確かに、うん、マヨネーズハンバーグっていうのを作ったらいいんじゃないかっていうぐらいマヨネーズだけでも美味しい。うん、いやうまかったです、はい、あっという間にごちそうさまでした。はい、はい、食べてきました。ごちそうさまでした。あ
ハチャマチャほら。はい、ということで食べてきたんですけども、うん、裏技。そうだね、うん、あのマヨネーズと、うん、それからチーズをトロトロにっていうやつね、うんうん、あれチーズトロトロにした方がなんか美味しいと思う、うん、あ、うん、特にあの、まあ、チーズ系をね両方食べてたけども、うん、はい、あのちょっとこうチェダーっぽい、ちょっと黄身が黄色みがあれ、あれチェダー、私は勝手にチェダー風と、ちょっとあんまり詳しくないですけど、うん、でもやっぱりあのソースをちょっとかかってるんですけど、うん、チーズとハンバーグだけでもめちゃめちゃうまかったです、うん、ああ、うん、やっぱりそうね、あの、うん、なんて結構びっくりの時って、うん、ハンバーグ自体が柔らかいから、やっぱりチーズをちょっと柔らかくした方が辛みがいいかもね。あ、確かに確かに。うん、確かにね、うん。いいこと言うでしょ、たまには。いや、いつも言ってるよ。あとね、チーフォンデュ風、うん、あれはもう自分昔から好きなので。あ、そうだね。一、うんうん、回あれ 300g を3個食べたことあるんですよ。え、そう。ほんま。店員さんが、えとか。まあちょっと、まあそういう時もあったんですけど、昔ね、はい。あれは本当にいつ食べても美味しいですね。あとあやちゃんが食べたの、うん、マヨネーズにつけて食べるの、うん、うまそうでしたね。あれね、なんかあれがもしなかったとすると、うん、もっとこう辛みを感じてたかもしれないなとふと思ったんですけど、うん、でもね本当にあのマヨネーズって、うん、酸味がそなんていうのかなあるんだけども、うん、普通のマヨネーズよりもだいぶこうまろやかな、あここそう爆破心ですね。そう、あ、分かる分かる分かる、うん、ぜひマヨネーズは、うん、頼んでいただきたいなと、ね、うん、あれいろいろ他にもアレンジできる気がする。確かに、うんうん、はい、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。